私、宮沢風花と言います。ちょっと事情があって一人きりで沖縄に来たんですが、どこに行けばいいのかわからないな。もしかして観光ですか？どなたですか？私、観光協会の久高かりんと申します。失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、宮沢風花と言います。宮沢さん、よかったらおすすめの観光スポットをご紹介しますよ。それじゃあお願いします。本当に？やった！それでは早速一つ目の観光地に出発しましょう。もう行くんですか？善は急げですよ。出発！到着！ここが最初のスポット。その名もズバリ沖縄ワールドです。うわぁ、すっごい大きい。なんてったって東京ドーム4個分ですからね。一日中ここで遊べるくらいですよ。ちなみに那覇空港からは車で30分、バスも出てますよ。ここはどういう場所なんですか？はい、ここは30万年の時が作り上げた鍾乳洞、玉泉洞が最大の見どころで、他にも沖縄の自然や文化を目いっぱい楽しめる総合観光施設なんです。30万年ですか？すごいですね。玉泉洞は3年で1ミリメートルというスピードで今も成長し続けています。様々な形の美しい鍾乳石をご覧いただけますよ。そうなんですか？じゃあちょっと入ってみようかな。さらに洞窟を抜けた後には沖縄を満喫できる地上エリアを楽しめます。どんな場所があるんですか？はい、一番は琉球王国城下町といって、赤瓦の古民家が軒を連ねるエリアですね。この場所は華やかな琉装に着替えてからの散策がおすすめです。他にも瓶型や琉球ガラスなどの工芸体験ができる場所や、スーパーエイサー、ハブのショーが見られる場所もあるんですよ。本当にたくさんあるんですね。一日で回りきれるか心配になっちゃう。個人的なおすすめは南砺酒造所ですね。沖縄に来たからにはぜひ沖縄のお酒を味わってほしいですから、さあご一緒に。すみません、私まだ未成年なんで。そうなんですか、ごめんなさい、てっきり。というわけで沖縄ワールドはいかがでしたか？とっても素敵でした。ここだけでも沖縄を満喫できたって思うくらい。いえいえ、沖縄にはまだまだ素敵な場所やご紹介したい穴場がたくさんあるんですよ。それじゃあまた沖縄の素敵な場所教えていただけますか？はい、もちろんです。いずれ宮沢さんを沖縄マスターにしてあげますからね。楽しみです。